こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。始まりましたエギングラボ。エギングラボはエギングをしていて出てくる悩み、釣りをしていて疑問に感じることを研究の視点から切ったり、また仮説を検証したり、また山下のテクノロジーを紹介する番組です。今回の質問にお答えいただくのはおなじみのこちら、はい、山下研究開発部の森です。よろしくお願いいたします。お願いします。これ動画見てる皆さんが抱えてる疑問だと思うんですけど、はい、森さんって研究グループにいる、研究者という言い方が正しいんですか、ね、研究している人じゃないですか。企業研究員というんですかね、会社の研究員っていう位置づけではあります、これ僕は知ってますけど、これ動画見てくださってる皆さん、視聴者さん代表して聞くんですけど、はい、釣りするんですか釣り好きですよ。なんか研究の人って、はい、勝手なイメージで大変恐縮なんですけど、はい、ずっと顕微鏡見てたりとか魚こう解剖したりとか、あんま釣りしないイメージがあるんですけど。もちろん顕微鏡も見ますし、解剖もするんですけど、はい、結構釣りします。結構釣りします、はい、結構広く浅くですね。広く浅くします。得意な釣りとかなんかあるんですか、好きな釣りとか。好きな釣り、はい、どれも好きなんですけど、私は個人的には釣った魚を美味しく食べたい人で、はいはい、そういう釣り物を選ぶ傾向があります。何が好きかって言ったら、その聴衆答えてもらいたかったすいません、よく言えばエギングって言ってほしかったのが僕の正直なんですけど、はい、エギング好きですよ、はい、もちろん今回のテーマは、はい、僕がものすごい気になってるテーマなんですね。アオリイカの寿命、あとリリースについて。これものすごい釣りしてると物議を醸すというかそうですね、いろんな話が出るんですよ。はい、聞かれたこともあります。で、寿命に関して言えば、例えば春イカ、はい、春のいいサイズのイカって 500g いれば1キロもいて3キロもいるじゃないですか。いますね。これ本当に寿命1年かって言われるんですよね。なるほどですね。でもこれみんな思ってるんですよ。本当に1年か、1年と1週間じゃないかとか、はい、2年生きてるんじゃないかとか、やっぱり漁師さんも言うぐらいこう、ホットな内容だと僕思うんですね。で、釣りしてる上でやっぱりこうあまり不必要に釣る必要はないですし、そうですね、ちょっと狙ってるサイズよりもだいぶ可愛いものが釣れてしまうのもエギングだと思うんですけど、リリースした時にそれがきちんと有効なのかってところですよね。なるほどですね。アングラの間では触腕が伸びきてしまったらもう戻らないから、その子は生きていけないとか、はい、目にかかってしまったら傷んでしまっていずれ死ぬ、だからそのなんていうんですかね、リリース自体が有効ではないからそもそも釣らない方がいいとか、でも釣れてしまうこともあるんで、そのリリースが本当に有効なのかどうかっていうのを今回その僕は釣り人目線で切り込んでいきたいなと、はい、なるほど、はい、思います。で、まず一つ目なんですけど、はい、これ寿命が1年って言われてるじゃないですか、はい、これどうやって知るんですか、どうやって調べてるんですか、この1年というのは。これは、調べる方法はこれで調べます。これ何ですか、切り株で鱗切り株近いですね。でも切り株近いです。あ、切り株って幹が成長していくと、成長した分だけ年輪が、ね、ありますね。でいかにも同じようなものがあって、魚もそうなんですけど、これ耳石って呼ばれるものです、で 耳の石、はい、魚とかに入ってるのと同じ。あ、そうですね。それを、削ると、これちょっとね細かいんですけど、ここを中心にこういうふうに年輪みたいに、縦じゃないですね。縦じゃないです。横の方、こうですね、木と同じ、木と同じ、はい、木の切り株を持ってもらったら分かりやすいんですけど、切り株のように線が入ります。これね、さっき木だと年輪って言いましたけど、アオリイカの場合日輪です。日輪、うん、でこれ1日ごとに一応筋が入るんですね、成長に伴って、で、これを調べると、やっぱりアオリイカは例えば600本入ったものとかやっぱ出てこないんですね、はい、600本というと1年と8ヶ月とか7ヶ月とかそんな感じですか。そうですね、はい。で、1年365日なんで、日輪なんで1日1本入るってすると、ちなみにここに映ってるのは秋に釣れる小型のアオリイカで、調べたら90本ぐらいあったんですね。これ1本1本数えるんですか。あ、そうです、はい。めちゃめちゃアナログですね。アナログです、大変です。拡大して1、2、3、4ってやるんですか。
これ、ね、皆さんの思うちょっと研究の仕事って感じですね。あ、研究の仕事で、はいはい、でこれ磁石、磁石、あれ平行石、磁石、ああの正しくは平行石って呼ばれますね、はい、でこの平行石どの磁石どのくらいの大きさなんですか、これアオリイカ。もうね、本当に小さいです。あのゴマの粒みたいなのが、ゴマ、はい、米じゃないですよ。ゴマ削るんですか。ゴマ粒のような大きさのものが2つ入ってます。2つしかないですか。2つあります。あの1つの個体に、まあ、場所的にはアオリイカの目の奥の方っていうんですか、そこに脳は、うん、脳は入ってる頭の部分なんですけど、そこの奥に丁寧に解剖していくと2つ取れます。へ、これ絶対じゃあ普通の人じゃ無理ですね。本当に丁寧に、もう喜びさんで食べるために解剖したらすぐ分かってくれます。へ、こんな ごまみたいなその1個の石を削って、はい、これかなり精度の高い顕微鏡で見てるんですよね。あ、そうですね。これはもう倍率が高いもので見て、でそうするとやっとこのように筋が見えてくるんですけど、まあ、これを数えるということですね。これで調べて1年以上というデータが出てこない。そうですね、あの山下でやったものは数少ないんですけど、うん、やはりあの他のアオリイカで研究に携わる研究者の方々が過去から、うん、あの調べてるんですけど、やっぱり大型のものも同じく出てこない。そうですね、はい、うん、まあ、600日とか、うん、700日とかと2年生きてるってことになっちゃうんですけど、そういうものはやっぱり出てこないんですね。出てこないですね。じゃあ1年ってことですね。はい、なるほど。きちんとこういった裏付けをもとにその1年という寿命が今発表されてるわけですね。はい、そうですね。ああ、そうですか。僕いろんなこう国に行ってエギングするんですけど、はい、あったかい海あるじゃないですか。例えば東南アジア圏とか、ちょっと水温が比較的通年25度以上のところって大きいかいないんですよ。その2キロ3キロっていうのって割と日本とかそのお隣の韓国とか台湾とかなんですよね。はい、でそれより南 の、 あのエリア行くと全部ちっちゃいんですよ。ああ、やっぱりそうなんですね。で1キロを超えるイカっていうのは極端に少なくて、で300グラムでもそのレストランとか行くとさばいてるの見たら放卵してたりとか、はい、なんでこの寿命1年で、多分同じく1年なのかなと思うんですけど、うん、こんなに差が、大きさに差が出るのってなんでかなと思って。あ、それはあの考えられる理由がちゃんとあるんですよね。はい、あの日本の海とその今お話があった東南アジアの海と、うん、あの一番大きく違うのはやっぱりあの水温の変動が1年を通してあるかないか。ずっと高いですよね。ずっと高いですよね。ずっと高いです。20度より超えた状態がずっと続くんですね、はい、東南アジアのアオリイカとかっていうのは、うん、で、日本のアオリイカに話を戻すと、うん、まあ皆さん釣りしてて分かると思うんですけど、夏に、うん、卵から孵化して、うん、で秋やって小型の数釣りをしますよね、うん、でそこから冬にかけて水温落ちていくんですけど、その期間が一番成長する期間なんですね。寒いのに水温が落ち、水温で冷たいのに、うん、はい、夏はまあ高いんですけど、そこから下がっていくんですけど、うん、まあ、餌もたくさんあってその時期すごく餌食べるんですけど、日本のアオリイカは、そこで餌を食べた餌っていうのは、うん、その期間は全部体の成長に使えるんですね。で、一回水温が下がってそこはまあ区切りになって、うん、で年明けて春に向けて、で、まあ、4月に向けてってぐらいですかね、うん、でだんだん水温上がってくるんですけど、今度産卵の時期になってくるんですね、うん、で春に向けてはあの食べた餌を今度あの産卵の準備の方に使うんですね、うん、でちゃんとその冬を境に成長する期間とあの成熟っていうんですけど、生物学的には産卵活動の準備、そうですね、オスもメスも同じなんですけど、うん、そういうところにちゃんと区分けされてるんですね。あ、うん、確かにあの向こうは暖かいから、なんでしょうね、通年25度以上あればいつも産卵活動ができるってことですよね。そういうことですね。あの言い換えるとそういうことで、うん、あの産卵活動、あの生まれたアオリイカが生きるためには、うん、とか卵が孵化するためにはある程度高い水温が必要なんですね、うんうん、でもあの日本は生まれて間もない時にその水温がない状態なんで、食べた餌を全部体の成長に使える。あ、
その冬とか、はい、その産卵活動ができない期間が日本のイカをでかくしてるというふうに言われてますということなんですね、はい、なんで東南アジアとかのアオリイカが小さいのは、うん、おそらくですけど、うん、やっぱり体を大きくする期間っていうのが短いんじゃないかなと、うん、その分こう産卵活動にすぐ転換できてしまう、でおそらく寿命も短いんではないかなと言われています。確かにいつでもこうできますもんね、その産卵とかが、はい、これ私も奄美大島っていう島で、うん、あんまり本州の方では釣れないクワイカ型っていうアオリイカが釣れるんですけど、はいはいはい、綺麗なやつですよね、目がちょっとエメラルドグリーンの、うん、それを何回か釣ったことあるんですけども、まあこれは試験研究用に釣って解剖をして、うん、成熟度合いとかを見たんですけど、うん、やっぱり胴長がね10センチそこそこのものばっかり釣れるんですけど、うん、いつ釣っても成熟している。あ、10センチで成熟してるんですか。はい、まあ、ちょっと種類が違うんで、うん、正確なことはまだ言えないと思うんですけど、うん、やっぱりなんかいつ釣っても成熟した個体がいるってことは、やっぱり奄美大島も本州に比べてあったかいから、水の温度はねあったかいですし、うんうん、ということが関係してるんじゃないかなって想像してますね。面白いですよね、そのサイズが大きいから成熟してるってわけではなくて、はい、その条件次第ではその小さくても十分その成熟して しまう、はい、っていうことですよね。そうです。なんで大きいアオリイカを釣りたければ、うん、日本がいいと思います。日本ですね。はい。でこの寿命が1年、まあそのエリアによっても変化するつもり1年。例えばその暖けりゃ短くなるということなんですけど、はい、まあ、僕がまあ今回一番聞きたかったのが、はい、その小さいものって話しましたけど、リリースのお話なんですよね。あ、そうですね。で、きちんと検証されてるわけではなくて、はい、釣り人も例えばイカを釣ってリリースするじゃないですか、ええ、その時に足が触腕伸びてしまうと伸びた状態で帰っていきますよね。あ、そうですね。場合の釣り方によってはそういう時があります、うん、水面付近を伸びた状態でこう進んでいくんですけど、はい、それ見てもう戻らないっていう解釈をしている方もいらっしゃいますし、そもそもリリースしてももう生きられないとか、はい、腕が伸びないで傷ついたものはもう二度と帰らないとかいろんな説があるんですけど、うん、これリリースって正直有効なんですか。ここはこのジャンルはまだまだ今新しいことが分かり始めた状態なんで、全てが有効かっていうとすごく難しいんですけど、一つプラス要素の情報があるんでここで紹介したいと思います。はい、今日見せたいのはこの動画です。これ泳いでますね。はい、これ会社で飼育していたちょっと過去の動画なんですけど、アオリイカですね。でこのアオリイカは秋のシーズンに、まあ、岸壁で釣りで捕獲をして水槽にやってきたアオリイカなんですけど、片方触腕に短いの気づきますか。ちっちゃいですね。はい、画面見ると左側の触腕は普通の長さなんですけど、うん、右側に細い触腕があるんですけど、実はこの細い触腕釣って入れた時になかったんですね。あ、はい、この動画は水槽に入れてから110日目。ああ結構生きてますね。はい、3ヶ月ちょい。その時にたまたま腕を伸ばしてたんで撮影したらなかったはずの触腕が、うん、はい、再生するんですね。また再生してたんですね。これはすごく私もびっくりしまして、うんうん、でまあ簡単に言うと触腕がないってことは傷、うん、だったはずなんですけど、そこが元に戻りつつあったっていう、もう、まあ、リアルなこれは資料ですね、うん、すごいですねこれ、はい、ヒレとか例えばエンペラの部分が傷ついてて、割と中型のサイズ釣ったらこう傷がこうだんだん埋まってく、癒えてくアオリイカ僕も釣ったことあるんですけど、はい、足がこう再生するってすごいですね。そうなんですよね。で、まあ、一番餌を捉えるために重要な腕ですね、うん、触腕。そうですね、生きていく上で、うん、ここがやっぱり再生するっていうのは、まあ、この生き物はすごく力強さを感じましたし、うん、まあ、例えば釣りをしてて、まあね、食べる分を持ち帰る方は結構多いと思うんですけど、うん、まあ、必要以上だなと思った時に、うん、例えば触腕釣られたってことは触腕に噛んだり傷がついてるんですけど、うん、まあ、それをリリースしても、まあ、十分その傷は治るんじゃないかなってことを感じさせられましたね。これいい材料ですね、はい、今までこうきちんとしたこう結果なしに、割と想像とか憶測の部分 で、そうなんですね、やってた部分が、まあ、きちんとあれですかね、もう 100% の検証が取れたわけではないですけど、はい、飼育下ではこういった
事例が、はいはい、まあ、あると背中を押してくれる一つの事例じゃないかなと思います。うん、だからもうリリースが無駄ではないっていう部分があるってことですか。はい、はい、その部分は十分にあるかなと考えています。良かったです。はい、だから僕これが聞きたかったんですよ。うん、本当にこうやってることが無駄だったらそれはもう全部釣りしてる以上キープするべきだし、どうしてもその狙ってないその小さな、もうちょっと食べるにはというサイズが釣れてしまうこともあるので。そうですね、はい、うん、でこうでなるべくいい状態で逃がすことが大事ということですよね。やっぱり、まあ、それできるだけそうするといいと思います。やはりあの体表に傷がつくこととか、あとあの胴の中に、うん、あの空気が入る状態で逃がすのは結構あのイカに負担はかかると言われてますので、なんか沈まなくていつまでも水平でピコ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 なっちゃいますもんね。はい、あの大体は自分で解消して泳ぎ始めると思うんですけど、うん、あのできればそういうことが起きないような形で、あの胴体の方からあの丁寧に離せるようなことを工夫されるといいんじゃないかと思います。うん、ありがとうございます。はい、今回ちょっと僕もすごい来たかったんで、ちょっと濃いめに厚めに切り込んでいったんですけどこの寿命とリリース、はい、はい、ぜひこの釣りのテクニックの部分ではないですけどね、まあ、こういったそうですね、やっぱりアオリイカがいてこそエギングが成り立っているので、うん、あのまあ、生き物にあの真摯に向き合うってこともすごく大事じゃないかなと思います。うん、結構釣り人が関心あるテーマだったと思うんで、はい、まあ、はい、あのこのここの部分はまだまだこれから新しいことが分かっていくと思うんで、あのそういうことが分かったらまた皆さんの前でお話しできればなと思います。はい、次回楽しみにしております。はい、寿命とリリース2みたいな、2みたいな、いつもお話できます、ね、はい、今回は寿命とリリースでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。